今日はですね、キノア将棋っていうのをちょっと初めてやってみようと思います。なんかね、友達から、勝てない、これコンピューターなのかな、多分やったことないんだけど、コンピューターがいるからやってくれっていう依頼がありまして、ちょっと鬼退治的な感じでやってみようと思います。このね、サイゾウっていう人、コンピューターなんだけど、何て読むのかな、これちょっと分かんない、難しすぎるな。で、先手後手って選べるのね。じゃあ、とりあえず先手でやってみますかね。それはそうじゃない いきなり言葉持つ必要ないと思うけど。やるよ、はい。これ。おっしゃ、え、でも、時間は何、何秒なのこれ。ああ、時間特にないんか時間ないのこれ。な。ああ、みたいだね。とりあえず始まるよ、そしたら。うん。なんか、王道のさ、24とか、なんだろう、将棋ウォーズに比べれば、だいぶ、初心者向けの駒というか、絵柄がちょっとちょっとね、でもね、このコ下手ン馬ピューな。ターさんの、なんでさん付けなのかわかんないけど、強さがわからないので、一応なんかそのちょっと保守的に、向こうの考えてる形勢は出るんだね。ああ、でも、アイハンドとかやってくるのかな、これ。ちょっと、わからないので、最初は、オートソックスに進めようと思いますね。なるほどね。慣れない。つくと、でも一回上がりますかね。上がって、そんなとこつく。知らんけど、銀上がりたいけど、今現状では歩突かれると下がるしかないから、歩突かれた時にこっちに下がりたいから突きたいんだけどね、こうとかやってくるかな。まあいいや、銀でも上がってみようか。これはね、不朽の一手かな。だから特に戦いに行くのは、でも角転換したいから、まあ、でも2手詰めてくれるんならいいかな。よし、これでとりあえず強い戦いができそうですと。どうやるんですかというところはわからないですね。でもここをとりあえず取りたいね。桂馬跳ねてこられると攻めが加速しちゃうから、こうやりの、なんか見たことないけど、元気かな、この人。銀が出てこうつけばいいのかな。ちょっと見ますか。こっちの方が硬いからね。守りとしては。ついたらもう取って取ってにしようと。横着だな、この人。一回ちょっと固めるか。強い戦いね。 このままでいったら銀とかさ、打たれちゃうとちょっと厄介なんだよね。割り銀って言って、でこう出たら、出たら戻ってもいいんだけど、これ突くと王手なんだ。とりあえず突いて受けて取り込んで、なってダメかな。一回受けようか。オマゾンか、テゾンか。突いて受けて、取り込んで、こっちの方がどこへ、取って、なって、捨てて、みたいな。やってみようか。王手だし。へえ。角を出ると、歩で取るよと。時間とか大丈夫だよね。いや、これは多分何もないんじゃないかな、時間は。なって、取って、ちょっと淡白かな。取って、こっちに引けばいいのか。それか取って、こっちに引くか。とりあえず、取ってみよう。こういう時にね、先にね、強者に、ね、この歩を突くんだよね。一回取らせておけば、いつでも飛車走れるでしょうっていう。で、どうしようかな。こっちに引くと、取られて、もうそれでもいいんだけど、こっちに行くと飛車とかもあるのかな。別に、でも銀出られてちょっと、でもさ、わかんないのか。と、引いて、角とか打つのかな。こっちに引くと、ついて、なって。わかんないのこれ。こっち引いてみるか。多分取ってくるんだろうね。この時手番がね、向こうに渡るから、ちょっと
なんだけど、こうでこうで取り込みがでも厳しそうな。まあ、小松のカーブちょっとやだな確かに。桂馬ボロボロ取られちゃう。この人なかなかやるねでもね、うんうん。なってもいいかな、取って取って飛車とか打たれると時に抜かれるからな。これは権利だからね、なるのは。別にこうやって一回受けてみて桂馬とかでも時に作るよ。とりあえずなります。おすごいのが出てる、困った。普通に銀取りだった。銀取り痛いなこれ。一回逃げるか。銀取られそうだな。で、行くと。模様悪いぞこれ。取り上がっちゃった。なんか悪いなこれ形勢。逃げて強者とりあえず。まだそんなにすぐ攻められるっていうわけじゃないから、飛車でも下ろしとこうか。銀を釘付けにしたいからね。まあもういいや。何損だ、結構駒損したなこれ。強い人の手だなこれ。とりあえず銀逃げれるから逃げるか。なってもすぐ取れないからね。逃げよう。馬になかったらなこれ取れるんだけどな。角とか打ってみるかな。角打ってみようか。ちょっと良さそうなんだ。どういうのかな。銀とか逃げるかな。なれるよね。はい。桂馬を取ってこれに期待してみようか。次取ってもダメだよね。ほうほう。なんか嫌だな。とりあえず取って金で取って。跳ねれるよこれ。大丈夫なのこの人。人なのそもそもこの人。人じゃないね。これは跳ねるよね。そうだね、こっち来たんで金がしてもらってるから。もう俺ね、もう一枚桂馬あるんだよこれ。桂打って取って、今はちょっと金急に急に優勢になったね。見損じてんのかな。とりあえず狭い方に追えばいいからね。打ってで、あこれ金取れるじゃん。金取って打てばいいじゃん。なんか金も取れるし金も取れるし金も取れるしなんかスーパーサイヤ人モードなのこれ。ここ打って違うか。取って取ってでここに1枚捨てて取って歩を突いて下がって、まあ桂馬取ってもね、もう1枚金でもあればいいんだよね、だから金と銀があれば詰むのよこの形は。で金と銀があるのよこれをまず取ってで今金1枚でしょ。これだとまだ捨てて詰まないから、ここに銀も捨てたいんだけど、銀があるのよそして取って銀を打って合ってるよね。詰んでるよね。
結構大丈夫だったな。この筋はね、端に玉がいるときに、うん、1枚捨てて歩の突き出しを王手にするっていうのを赤字、よくある手筋なんで、うんうん、でもねこれね中盤ねかなり駒損してるんだよ ね、うん、ちょっと中盤形勢悪かったよね、うん、適当に差しすぎたね、まあ、穴熊の遠さが、うん、あれだったから。でこの斎藤さん、ごめんなさい、年上だったらごめんなさい、斎藤さんが桂馬を打った時に大丈夫、コンピューター受けないから、うん、これ戻せる、戻せるね、うん、これ普通なんだけど、だから俺変だったな、なんかここで歩か、いや銀出られたりして、このとにかく歩を支えがないから、うん、で歩ついて銀出て飛車で紐つけても角とかでなんか狙われるのかなと思って、ちょっと角上がって、そう、うん、これ変だったな、ちょっとね、うん、まあこっちの方が変なんだけど、上がって下がって、うん、ここでね、うん、ついてもよかったかもしれないな。ここだよね、うん、形的には動かせる、もしかして、あ、動かせるわけがないよね金戻ってみたいなね、これもさ、ここにいてもしょうがないからさ、金戻ったら歩ついてくるのかな、で、そこでついたりして、うん、あ、ちょっと喧嘩っぱよかったね、これね、うん、乱暴、怒りの脱出でしたね、これちょっとついてるな、この辺は筋なんだよね、すごいね、この強いな、この人って思う、一回飛車でも置くか、いきなりなられたらダメなのに、さすがにね、うーん、飛車浮きだったね。あ、俺取ったのか。そうか、そうか。取るのかな。よくなかったね。明らかに銀出られるもんね。そのための歩だから、これ。これもよくないね。下がっておくのか。ここか。で、こういう8、6歩がちょっと気になって。うん。ついて、なって、なって、飛車あたりでいかれるかな。まあ、でもね、この時点で、多分相当ね、形としては、こっちの硬いから、うーん、いや俺今思うんだけど、飛車寄ればこっちにならないから、飛車寄った方が良かったのかな。疲れてどうするのか、普通にと金作っていくか、この辺ちょこちょこちょっかい出せばね、角とかあるし、なんとかなりそうだった。これ良くなかったな。それはなられて桂馬も香車も取られるよね。ちょっと遅いな。ここに銀がいればなった時に当たるからいいんだけど、さっき逃げられてるから、うん、俺なんかなんとかなると思ったんだけど、この時点で私桂香損の馬を作られ、いうことないですね。まあ飛車遊んでるからね、その分でこの時にかけたんだけど、普通だよね。ちょっとね、角とか打とうかなと思ったけど、なんか働かないから、いやこれで、強い人だったらここからもいっぺんに持ってかれてたところなんだけど、意外と難しい。いや、そんなことないね。これ痛かったもんだけど、飛車逃げろってなったのかな、そこ込みか、さすがに。これでここで、まあ、形勢判断をすると、うん、私まず桂馬と香車を損してて、馬を作られて、銀が遊んでて、手番が向こう、これは AI の評価値 70% ぐらいで一応あの評価値見えてるからな。え、あ、これ評価値なの、これ。そう、その評価値右にマイナス1792って書いてある。あ、なんか碁石みたいな、ね、白が後手の、これ俺の評価値見てなかった。嘘、私の評価値低すぎなんだけどちょっと待ってよ。まあでもそんぐらい悪いか、うん、でね、多分ね、どうだろうね、飛車を先着する、どうやったんだっけ、ここか。まあここだと銀で当たるかってことか。馬がここに行くのが急所なんだよね。もういきなり切って飛車とかで攻めつながっちゃうから、うん、だからまあ馬は多分銀を警戒したんだろうね。でもね、そんなに銀もいい手だと思わないけどね。私の評価値低すぎ、あ、でもちょっとよかったよかった。でこれ取られたら桂銀損か、波紋レベルだろこれ。でこの銀動けなくなっちゃったからね、これね。でもこれ単に取ると、まあ、すぐやるかどうか分かんないけど、例えばここで角打つとか、う
うん、要は動けないでしょあなたっていう、うん、ってことね。で飛車が抜かれるからね、うん、なんかねイスジというか、まあ、見たことない。まあ、まあ堅実よ堅実、うん、そうそうそう、公務員タイプなんてみたいな、うん、銀逃げれて取られそうだったら逃げれて、でこっちとか行けば良さそうだったから、これ行くべきかな。普通だったらさ、ふーって帰ってよって言われるんだけど、歩がないからこの人、行って次角とか打てば、うん、ここを殺到できるって、うん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 、でも殺到してもしょうがないんだよね。あ、そうそう、角打って、うん、ここでまたちょっと向こうがいいと思い始めてきてるね。まあ、俺きついな、でもな桂があるからね、普通に。まあ、しょうがないよね。これは悪いですね。攻めてるとこ違うもん。うん、うわ、一番うん、そんなに悪いの。なんか辛辣だな、うん。でもなんか、この次で、うん、多分。そうそうそう。これ、これ普通なのよ。この人ね、ここまで普通なのよ。うん、はいはい、うん。誰でもやるでしょって言ってて。いや、でも、馬とかの方が痛そうだったけどな。筆で止まるから嫌だったのかな。うん。この次で、うん、次の次にちょっとカウンター狙いだよね、うん、これに対してなんかでもこっちやることないからね、これ、うん、スペースないもんね。そうだね。でこの桂を打った時に、ね、なんかすごい評価下げたよね。でもね、まあ、俺なんで受けなかったのって対局中言ったけど、受けるのは難しいんだよ。ここに足さないといけないから、うん、馬とか寄ったりしてもここには効いてるけどここには効いてないって、うんうん、こういう時どうしますかね。わかんないね。で金とか銀とかだとこっちが1枚薄くなっちゃうからドンで終わっちゃう。あ、結構だからこれで、うん、これが多分評価値が1889から、うんうん、急に倍ぐらい減りました、ね。あ、嬉しい、うん、多分これ評価してもらって見えてなかったっぽいですね、うん、会社でもこれぐらい評価してもらえたらよってなって。そうだよね、うん、ここで取ってもよかったね。金が手に入ったから俺が先に取っちゃうと、例えば金とかで受かっちゃう、受かったかどうか分かんないけ ど、ここに金打つとか、うん、受ける手はあるから、大手だからとりあえず、先飛びはよかった、間違えた。うん、うん、なんか、微妙な、うん。将棋の勉強してないでしょ、うん、まだ歩とかで打つ方がいいのかな。なるほど。これ激痛でしょ、これ。うん、もういきなりめちゃくちゃ大逆転しますね。え、どうなってるの ?677 から適当だな、評価値も。これ。いや、読んでないんじゃない。そう、桂馬でこの形は桂馬必須だから、ね、で次ね、なんかね、いつでも打てるかなと思ったら、歩突かれたりすると打てなくなるから、チャンスがあるんだ、こういう桂馬打ちましょう。うんうん、とりあえず王様を、うん、あの自分のこの歩とかねが近いところに持っていけば、うん、なんとかなるから、うん、そう、なんとかなるわけないよ、将棋なんて難しいから。でもね、上に上げていくと、そうそう、なんとかなるパターンが多いから、ここまでいけば、はい、あと何が自分手に入ったらいいのかなってのが分かってくるでしょ、うんうん、自分に今現状何が足りてないのかなっていっぱいあるんだけどね、俺。あ、結構上がったの、評価値。うん、でまず金が1枚いります、うんうん、でこの辺で読んでたけどね、あのもう1枚金、もう1枚銀で金銀歩金で詰むなっていうのは読んでたから、一回とりあえず打って、でこういうところは考えてほしいよね。 1,2,3,4,5 手詰めだから、うん、うん、で金と銀があればいい。まあ、あの急いであの切ってね、あの失敗しちゃったら大変だから、歩とかついて、うん、あのもうダメだよっていうのもあるけど、まあ詰ませるときは詰ましましょう、うん、あ、ごめん、詰ましてないのか。そうそうそう、お宝を取りに行って、で銀を取って同飛車なり銀、そうそう、うん、投了か、うん、でもね、僕の今指した将棋はね、下手くそな将棋なので、はい、でも結果勝ったけど、うん、真似しないでください。ちょっとまあ真似できるかどうか分からんけど、ね、まあ、あの結果だけ勝ったけど弱いところを見せてしまったみたいな、そんな将棋、うん、はい、はい、ありがとうございました。